どうも皆さん、今期今日もアニメレビューの時間だよ。なあ、リュウさん、ボーナスは出たん？それはフリーランスには禁句だよ。あ、いいよね。給料3ヶ月分とか、ドバッともらえるの。まあ、ほら年収が大事やろ。フリーランスは年収も不安定だよ。悲しい。でも、朝電車に乗らずに済むのは最高だよ。リュウさん、満員電車に乗りたくないってのも、フリーランスになった理由やもんな。ちなみに、朝早い仕事の時は、周辺のホテルに泊まることすらあるよ。そこまでして満員電車に乗りたくないんか。あれは人権を無視した状態だと思う。小池百合子さん、2階建ての電車の件はどうなりました？そんなわけで今日のレビューはこちら、出会って5秒でバトルだよ。お、これなんか広告で見たことあるやつやな。うん、名前は知ってるって人は多い作品じゃないかな。一時期結構広告で出てたんだ。歌のお姉さんのやつとか読んだことはないけど、知名度がある作品って最近増えましたね。サバサバ女のやつとか妙に気になるわ。この作品、原作からちょっといわくつきなんだ。え？原作はもともと原綿斎蔵さんが自身のウェブサイト上で公開していた漫画なんだ。ほう。それが裏サンデーで宮古柏さんの作画で連載することになったんだ。なるほど、ワンパンマンみたいなもんやな。うん、それをイメージしてもらうとわかりやすいんだけど、問題は原作者さんが途中から原作者さんではなくなったんだ。どういうこと？原作の3巻24話までは原作者として原綿斎蔵さんの名前がクレジットされてたんだけど、25話からは原案者になってる。ええ、この件で原作者が逃げたとかいろいろ言われてるみたいだね。そんなことあるんやな。原綿斎蔵さんのツイッターのプロフィールも原作をやっていましたとここ系になってる。なんかいろいろあったんやろうな。ちなみにアニメもなぜかそんなごたごたを引き継いでるんだ。どういうこと？この作品、総監督と監督がいたんだけど、8話まで監督の名前がクレジットされてたんだけど、9話から監督の名前が消えた。ええ、このせいでネットでは監督が逃げたって言われたんだ。なんでそんな原作通りみたいなことしてるんや。いろいろと察する部分はあるんだ。ほ、1話からキャラクターデザインはやや古さを感じるんだ。2021年の深夜アニメというよりは2000年代前半の夕方アニメを思い返すようなキャラデザではある。確かにちょっと懐かしい感じがするな。それ自体は好みの問題だし、私も特に気にならなかった。問題は作画なんだ。え、序盤はそこまで気にならなかったんだ。戦闘シーンが多い作品ではあるけど、アップの多さや演出の悪さ、戦闘シーンの短さと気になる部分もあった。なるほど、兆候はあったんか。問題は中盤からもうね、明らかに作画のレベルが下がるんだ。1話で主人公の前にミイラのような怪物が出てくる。この時怪物は手書きの作画で描かれてる。だけど中盤で同じ怪物が再登場するんだけど、なぜか CG で描かれてるんだ。どういうことよ。作画の省略と予算の都合だろうね。手書きの作画で描く余裕がないから CG で代用したんだと思う。怪物だけ CG ならまだ気にならないんだけど、終盤になると戦闘中の人間も一瞬 CG になるシーンがあったりして、そのせいで強烈な違和感が生まれてしまってるんだ。 CG と手書きの作画が変に混同しとると違和感生まれるよな。 X アームとかが一番わかりやすい例やけど、終盤になればなるほど作画の悪さも目立つし、 CG も多用しまくる。かなり制作の中でゴタゴタがあったんだろうね。そのせいで監督の名前が消えたんやな。ちなみにキャラクターデザインの人も6話から変わってる。何があったんや。わからない。予算が少ないのは作品全体から感じるし、相当なゴタゴタがあったんだろうなと想像はできるけどね。まあいろいろとゴタゴタはあったのはわかるんやけど、内容はどうなん。作画はあれみたいやけど、序盤特に1話は悪くなかったんだ。ほ、どこかハスに構えた主人公、日常に退屈してた彼の前にある日怪物が現れるんだ。そんな怪物と出会い5秒で襲われるところから物語が始まる。お、速攻でタイトル回収やん。ものすごい怒涛の展開なんだ。主人公も状況の把握が異様に早くて、唐突に怪物が現れてもゲーム感覚で戦い出すんだ。なんかめっちゃクールやな。見てる側の理解がちょっと追いつかない感じなんだよね。調べたら原作1巻の内容を1話に詰め込んでるんだ。そら理解が追いつかんくなるわな。この作品はいわゆるデスゲームものなんだ。いきなり襲われて拉致されて、世間では死んだことにされ、謎の殺し合いゲームに強制的に参加させられてしまうんだ。デスゲーム系もアニメで早うあるよな。最近ではイカゲームとかもあるように、デスゲーム系はアニメ問わずめちゃくちゃ多い。そんな中でどう他の作品と差別化するかってのが重要な部分でもあるんだ。この作品の場合は主人公の能力が最大の特徴なんだ。ほ、デスゲームの運営側は参加者に一人一人特別な能力を与えるんだ。身体能力が5倍になったり、何でも切れる刀を作れたり。能力バトル系の側面もあるんか。主人公の能力はかなり使い勝手が悪い能力なんだ。最初のバトルで彼は敵にこんなことを言う。俺の能力は危険すぎるから使うのをためらってたんだ。即死系とかですか？これは口八丁な詭弁なんだ。彼は敵に言い放つ、俺の能力は手を大砲にする能力だ。
そんなに危険な能力ですか？いや、実は、彼の能力は、手を大砲にする能力じゃない。でも、実際、大砲になっとるやん。簡単に言えば、相手が思い込んだ能力が彼の能力になるんだ。ほう。相手が、主人公の能力をこうだと思い込むことで、その能力が、主人公の能力になる。簡単に言えば、相手の思い込みを具現化させる力なんだ。なるほど。相手が主人公は即死系の能力持ちや、と思い込んだら、即死持ちの能力になるってことなんやな。うん。使い勝手が悪いんだ。思い込まなければ能力は発動しないし、自分の能力を、もし敵に知られてしまったら意味がなくなる。確かに、結構ピーキーな能力やな。この能力を、主人公がどう生かし、どう生き残るのか、デスゲームの目的は何なのか、1話の段階では、きちんと、先が気になるように仕上げてるんだ。面白い頭脳戦が見れそうな感じやな。だけど2話以降から話が進めば進むほどボロが出てくる。え？2話以降は、キャラの過去回想が多用されるんだ。まだ、主人公とろくに絡んでいない状態のヒロインの過去回想が始まったかと思えば、たった1話くらいしか出ないヒロインの対戦相手のおじさんの過去回想まで描かれる。おじさんの過去回想はいらんやろ。2話のおじさんの過去回想もそうだけど、このキャラの過去回想いるって、キャラの過去回想まであるんだよね。そのせいもあって、ストーリーの進行が遅い。回想でテンポが崩れるのはありがちやな。そもそものこのタイトル。出会って5秒でバトルですか？うん、これで落ち。1話こそ、確かに出会って5秒でバトルなんだけど、2話以降は、出会って5秒経ってもバトルが始まらずに会話してることの方がほとんど。出会って5秒とは、一応、能力者同士が相対すると、会話の後に、5秒のカウントダウンの後に手錠が外れて、能力が使えるようになって、バトルが始まりはするんだけどね。中盤からは、乱戦状態になるせいで、そのカウントダウンもなくなる。全然、出会って5秒って要素がなくなってしまうんだ。確かに出落ち感ありますね。というか、そもそも、このデスゲームってなんなん？わからない。は、1クールでは全くわからない。他のデスゲームだとお金が絡んでたり、なんか、主催者側の目的が少なからず、序盤で描かれることも多いやん。うん、一応、能力の実験モニターをしてるらしいんだけど、それ以外は謎。モニター？主催者側は、集めた人間を死んだことにして、どこかに集めて、能力をわざわざ与えて戦わせてる。最後の一人になるまで戦わせてるん？いや、別にバトルでリタイアしてもいいんだ。能力者同士の戦いで死者が出ることもあるんだけど、リタイアした人が死ぬわけでもなく、負けたら生きてる限りは主催者側に無理やり殺されることもない。なんか、いろいろふわふわしとる感じやな。この作品自体がデスゲームっていうよりは、デスゲームみたいな環境の中での能力バトルを描きたいのはわかるんだけど、主催者側の目的がわからないんだよね。何回か戦えば終わりみたいなのはあるん？ない、それも明示されてない。せめて全10試合です、とかなら物語が進んでる感も生まれるんだけどね。少しずつでも何がしたいのかが明らかになればいいんだけど、謎は、謎のままで1クールが終わってるのは明確な欠点の一つだね。戦闘シーンも、試合によっては一瞬で決着ついちゃうんだよね。せっかく、ヒロインの過去回想を描いて、そんな過去回想の中で出てきた因縁の相手とヒロインとのバトルなのにあっさり終わっちゃう。なんだかな。序盤の主人公のバトル自体も面白いんだけど、話が進めば進むほど既視感が生まれてくるんだ。特に、2回目のチームバトルの下りは、ハンターハンターのハンター試験と展開とかシチュエーションが被りまくってる。中盤からは、キャラクターが増えるせいもあるんだけど、同じ能力だったり、似たような能力だったり、他の能力バトルで見たことのあるような能力も多く出てくるんだ。ああまあ、そこら、変は仕方ないやろ。うん、これで面白ければ、あまり気にならなかったと思う。でも、作画の悪さも相まって、いろいろな能力バトル作品だったり、デスゲーム作品だったりが、サブリミナル効果のように、頭の中に思い浮かんできちゃうんだよ。主人公の能力以外に個性を感じないんやな。うん、その能力自体も、なんかガバガバになってくるんだ。相手を思い込んだ能力しか使えないんやろ。中盤で主人公が信頼した仲間に自分の能力の詳細を明かすんだ。ほう。そんな仲間に、都合のいい能力を主人公の能力だ、と思い込んでもらうことで、自由にいろいろな能力が使えるようになる。もちろんセンスの違いだったり、イメージしにくいものは使えないんだけど、大体の一度見た能力を使えるようになっちゃう。シャリンガンナン。詭弁で相手に思い込ませるっていうのが、この作品の面白さでもあったんだけど、それが、中盤で仲間に思い込ませることで、自由になっちゃって、面白さが薄れちゃった印象だね。なんか、制限のある能力をうまく、物語の中で活かしきれへんかった感じやな。まあ、それ自体は、主人公補正って感じで、飲み込めなくもないんだけど、頭脳バトル自体も、ガッパガバになっちゃうんだよね。特にひどいのが、終盤の展開、主人公は、敵の能力のせいで、身動きが取れなくなってしまうんだ。しかも、敵にナイフで腹を刺されて出血してしまう。バッドエンド？でも、実は、主人公は、敵がナイフを使うことは知ってたんだ。だから、あらかじめ、お腹に、生肉と本を仕込むことで、ナイフがお腹に刺さらないようにして、なおかつ生肉から出る血で刺されたように偽装したんだ。ちょっと待って。
意味がわからないでしょ。もはやギャグなんじゃないのかなって思うんだ。ナイフ対策をするってのはまだわかるんだけど、腹に肉を仕込むのが謎すぎるんだよ。これ見た感じスーパーで売られてそうなお肉なんやけど、血のりを仕込んでたっていう感じにも見えなくて、生肉から血が吹き出したように見えるんだよね。いや、この状態のお肉なら絶対血派出えへん。料理したことないんか。100歩譲って血のりも仕込んでたとしても、適後必ずお腹を刺すとは限らない。確かに心臓あたりにも生肉仕込んでたのかもしれないけど、そういう厚みが胸のあたりにあるようには見えないし、首とか切られたら確実にアウト。なんか敵は必ずお腹を刺す癖があるみたいなシーンとかはないん？ない。敵さんピンポイントで生肉部分刺してきたんか。なんか真面目に見てきた自分がバカだったとこのシーンで思っちゃったんだよね。ツッコミどころがすごすぎるもん。主人公がそんな一か八かお腹を刺すことにかけてる感じにも見えないし、ガバガバなんだよね。能力バトル自体は悪くない部分があるんだけど、その能力バトルの面白さよりも作画の悪さの方が目立ってしまってる。ストーリー的にもほとんど解決してないし、なんか俺たちの戦いはこれからだで終わってる。せめて作画が良ければ目をつむれる部分はあったのかもしれへんけどな。このガバガバ感を B 級作品として楽しめなくはないんだ。11話の生肉ガードで私もギャグとして捉えてしまった部分もあるし。生肉ガード、この世界に新しい言葉が生まれたな。原作者が原案者になってしまったり、監督がクレジットされなくなったり、そういったごたごた感が見てて伝わる感じだったよ。全体的に練り込み不足な印象だね。主人公の能力設定は面白いんやけどな。ではまた次回。